外は肉、野菜などを具,具材する伝統的なインドネシアのスープである。インドネシアでは古来よりインドネシアにあるスープに対してはソートという用語を用いるが西洋をはじめとするインドネシア国外の影響を受けたスープはソップと呼称される。インドネシアは多数の島々からなる海洋国家であるが外は インドネシア西部のスマトラ島から最東端に位置するパプア島まで多くの種類が存在し、またそれぞれの地域に根付いているため、しばしばインドネシアの国民的料理とみなされる。また外はインドネシア国民に広く食べられており、多くのワルニや街角の飲食店から、高級レストランや豪華なホテルでまで提供される。外、特に外アヤムは有名である。また、 近隣諸国で就労、定住しているインドネシア系移民の間でも外は広く愛されており、特にインドネシア系住民が多いシンガポールとマレーシアでは定着を見せている。さらに外はインドネシア移民によってスリナムにまでもたらされ、サオトとしてスリナム料理の一つとなっている。インドネシアでは外は他の名前で呼称されている。外というのはジャワ語であり、マカスサルでは ことと呼ばれている。外はジャワ発祥のジャワで最も広く食べられている汁物であり、長年にわたって多くの派生料理が作られてきた。外は間違いなくインドネシア列島発祥の汁物であり、インドネシアの各地域ごとで独自の外が生み出されてきたが、一部の歴史家は外は外来の料理、特に中華料理の影響を受けたものであると示唆している。 デニス・ロンバードは彼の著書レカルフール・ジョバナイズで外の起源は中国の草原というスープにあるとし17世紀頃のオランダ東インド会社時代にスマランに住んでいた家境の間で人気があったスープであったとする別の学者は外が中華料理インド料理及びインドネシア固有の料理が混ざり合ってできた可能性が高いことを示唆する例えば ビーフンや調味料として揚げニンニクの使用には中国文化の影響が見られ、ウコンの使用にはインドの影響が見られる。また、ジャカルタのソトビト塔はギーを使用するが、そこにはアラブ人やイスラム教徒のインド人の影響が認められる。さらに別の歴史家はいくつかの外のレシピはインドネシア人のかつての生活状況を反映していると示唆している。今日では、 肉のスープである、ソートタンコアは、かつては、ヤギリブケージの骨から抽出した出汁のスープを指し、このことから、かつてのバタビアの一般的な民衆は肉を買えるほど、裕福ではなかったことが伺える。ソトはまた現地の習慣や現地で、入手可能な食材などに応じて、高度に現地化されており、例としては、ヒンドゥー教が広く信仰されているバリでは、 ヒンズー教の解立によって牛肉がほとんど消費されない反面、インドネシアの他の地域ではイスラム教の解立上食すことができない豚肉が好まれるため、外バビが名物となっている。肉の入った外は様々な地域に影響を与え、各々の,の,の地域で独自の調理法が編み出された。各地の外はその地で入手可能な食材や、 その他の料理の伝統に従って作られたためコードに現地化されている。その結果、インドネシア全土で様々な種類の外が生まれた。インドネシア列島で外が普及した後、各地で入手可能な食材と独特の現地の料理に応じて外が現地化された。その結果、数多くの種類の外がインドネシア全土で見られる。ソう飛びとジャカルタ名物の外辺旅。 クリーミーミルク、またはココナッツミルクスープがベースのスープにシュタルグとして内臓を加えたもの。以下に掲げるソトは生み出された地域の地名に基づいて命名されている。エンパイクラッカーと揚げたエシャロットを添えた澄んだ黄色いスープに特徴があるソトアヤム。スマランのソドバンコン。鳥のソト、ザルガイ、トライプサテアゲテンペ、ペルケデルガ、 具として用いられている。鶏の外卵とトライプのさて最も一般的に使用される肉は、鶏肉と牛肉であるが、内臓肉、羊肉、水牛肉なども使用される。豚肉は、イスラム教徒が多数を占めるインドネシアの伝統的な外ではほとんど用いられないが、ヒンドゥー教が多数のバリでは、外バリという形で食される。スープは、通常、米、または、 圧縮餅とともに食される。また、ミノ、ハチノス、センマイなどのホルモン肉も用いられる。外の他の具としては、ソーン、緑豆もやし、ネギなどが揚げられる。香辛料には、エシャロット、ニンニク、ターメリック、ガランガル、ジンジャー、コリアンダー、キャンドルナッツ、胡椒などが用いられる。スープの色、厚さ、粘り気は、レシピによって異なることも多い。 ウコンで着色した黄色透明のスープやココナッツミルク、牛乳を用いたものもある。マレーシアとシンガポールの外はチキンブイヨンを元に作られ、辛みがある。かかる国における外は東ジャワの外ラモンガミや外マドゥーラとよく似ており、透明でわずかに黄色い一般的な外アヤムに由来する。このような国における外は他の多くの料理と同様20世紀初頭に 多くのジャワ系移民によって持ち込まれたものである。ありがとうございます。